茜、茜、しっかりしろ茜。そったくん、ごめんなさい。お家壊しちゃったです。すぐ救急車呼ぶから。フラグが濃くなっている。私、落とされちゃうくらいこの子に嫌われてたですか。バカ、違うよ。その子はきっと仲直りしたかったんだ。折れない。きっとずっとそれが守ってくれていたんだ。また会える日まで折れない。だからちゃんと会って仲直りするんだろ。折れない。折れないのか。落ちたのは茜がちゃんと持っていなかったからだよ。そうたくん、やっぱり一人でいていい人じゃないです。私にそうしてくれたように、誰かに希望の声をかけてあげて、もっとたくさんの人に囲まれて、もっとたくさんの人に同じようにしてあげてほしいです。違う、これじゃダメだ。折れない。ああ、分かったよ。茜が元気になったらそうするよ。あ、これは恋愛フラグ。そうか、折れないなら立てればいい。死亡を上回る生存フラグを。恨むなよ茜。